こんにちは。どうも。すいません、こんな面で。面。ちょくちょくコメントとか DM とか SNS とかでなんかメイク系の動画も見たいとか、あとリップ何使ってますかとか、そういうのをいただくことがあって、だからメイク動画とかもまたやりたいなって思ってたんですけど、私結構前にまだ登録者も全然少なかった頃に一回毎日メイクの動画を出してて、でその時から別にそんなに大きく変わってないっていうのがあったから、ずっとなんかあの時と変わってないからなと思って出してなかったんですけど、その時から結構経って最近になって私のことを知ってくださった方もいるので、まあその辺は気にしないでいいかなとも思ったので、メイク動画みたいな感じのを出してみようかなって思ってます。若干ね、買い替えたのとか変わったのとかもあるのでね、ふっちゃん。はい、というわけでやっていきます。なんかゲットレディウィズミーとかも結構やってはいたんですけど、なんか全然ちゃんと化粧品とか紹介しないで、ほぼずっと喋る方だけだったから、今日はちゃんと紹介したいと思います。まずはカラコンです。こちらコンタクトのアイシティで作ったやつです。でもちょっとそろそろ残り少なくなってきたし、もうちょっと可愛いやつに買い替えたいところです。シードのアイコフレのワンデーのやつのこの色リッチメイクみたいなやつです。もうコンタクト歴は めっちゃ長いので秒でつけれます。コンタクト秒。まあでもそうは言っても昔のメイク動画も見たよって人もいるかもしれないんで、見たよって人もいるかもしれないので、ちょっとあの恋話しながらやろうかなと思って。で私今ねサブチャンネルで結構真面目にラジオ動画を頑張って作ってるんですけど、毎週月曜日によかったらお願いします。こんなおでこで。そのラジオでメッセージを募集してて結構いただくんですけど、なんかこうラジオではなんかこういろんなメッセージをたくさん紹介してポンポン行くよりは、こう一つのメッセージにめっちゃじっくり語るみたいな感じでやるようにしたいなと思ってて、なのであのこう、ま、週1回だけだとなかなか紹介できないメッセージとかもあるので、なんかそれをちょっと動画の方にも活用できたらなと思いまして、なんかいい感じのがあったので、そのことについて喋りながら化粧をしようかなと思います。下地はこれ何回も紹介してるけど、ポール&ジョーマイスチュアライジングファンデーションプライマー S の01番です。2つ目です。ありがとうございます。じゃあこれを塗りながら読みます。で塗るときはですね、私中心から塗るように心がけております。中心から外に向かって塗るように、その方がこういいらしいよ。ナナももこちゃんと同い年の OL です。ナナももこちゃんの動画ラジオをいつも拝見しています。私はもともと結婚願望がなかったのですが、今の彼氏となら楽しく生活ができると思いプロポーズを受け、来年結婚を控えています。おめでとうございます。同い年がもう来年結婚控えてるんだって。この現実どう受け止める。はい、いきますね。ななももこちゃん、結婚についてどのように考えていますか。結婚願望、理想の相手や生活などについて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、というメッセージをねいただいてありがとうございます。ラジオじゃなくて動画の方でなんかこんな紹介しちゃってすいません。そしてファンデーションはインテグレートの なんだっけこれなんてやつだっけ、インテグレートのやつです。私は結婚願望はねめちゃめちゃありますね。ママになることへの憧れがすごく強くて、やっぱ子供を育てたいし産みたいから、そこへの憧れはすごくありますね。いいママになりたいっていう。でももうこの方はね同い年だけど来年結婚控えてるってことなんですけど、私は理想は27か8ぐらいにしたいですね。今24なんですけど、あの全然30代入ってからでも遅くないとは思うんですけど、今時ただ私子供結構3人ぐらい産みたくて、まあ理想なんですけどね、これは実際どうかわかんないけど、子供3人ぐらい産めたらいいなって思ってて、そう考えるとやっぱそんなにポン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 子供って産めるわけじゃないから、1人目はやっぱ20代のうちに産んどきたいなみたいな感じがあって、まあ2人目以降30代に産むでもいいですけど、とりあえず初めての出産は20代のうちにできたらいいかなって思ってるので、それを考えるとやっぱ27とかそのぐらいで結婚して28か9とかで
第一子を産めたらいいなみたいな、そうイメージがありますね。最近めっちゃお気に入りのマリークアントリップバウンサー L03、 これめっちゃトゥルトゥルになるしいい匂いなのでおすすめです。そして眉毛はセザンヌのノーズ&アイブロウパウダーの03オリーブです。よろしくお願いします。一番明るいのと真ん中の色をこんな感じで撮ってやってますね。で理想の相手、理想の相手か、理想の相手はそうだな、とにかく優しい人、とにかく優しい人。私結構ねわがままだと思うんだよね。だからなんかそんなに強くない人がいいかな、なんか何においても。私のルームツアーとか見てもらえば分かると思うんですけど、インテリアとかも結構女子って感じのが好きなんですよ。こんな申し訳ないですけど、なんかすいません、なんかほんとピンク好きで、ほんと女子っぽいのとかがすごい好きだったりするから、なんかいや俺は黒でシックにまとめたいんでそれは許せないみたいな人はなんか多分こうなんかガッガンってなっちゃうと思うから、なんかそういうのも受け入れてくれて、とにかく優しい人がいい。あと嘘つかない人ね、これはめっちゃ大事。絶対嘘つく人は無理、これだけは無理。あ、やばい忘れてた。アイシャドウはセザンヌのトーンアップアイシャドウの01番ナチュラルブラウンです。こんばんは、どうもどうもほんとボロボロなんですけど、これの真ん中の色を二重幅ぐらいに塗って、で今度一番濃い色を目尻に入れております。何よふーちゃん、何よ。いい小松菜食べてさ、口のとこ緑になって、緑のリップしてんですかっつってさ、緑のリップ、緑リップ、緑リップ見えたかな、緑リップです。うん、こんな感じですね、アイメイクだっつ。でこの一番明るい色をハイライト代わりに、鼻筋のここと、あと目のここ邪魔よふーちゃん、目頭のところと鼻筋と、あとこのほっぺたのところと唇の上、うん、入れてます。理想の相手あとなんかあるかな。なんかその男は何、女は何みたいな考え方がない人がいいですね。なんか女だから家事やるの当たり前って思われたくないし、だって私だっていろいろやりたいことあるしあ、やばい、チーク紹介するの忘れた。チークはリセリシェリップ&チーククリーム N のオレンジです。そしてねリップ最近買い替えました。こちらレブロンのキスグロウリップオイルの006番オレンジのやつです。でパーソナルカラー診断に行ったらスプリングタイプだったので、基本なんかリップとかチークとかオレンジ系が多いですね。めっちゃイエベなんで、こんな感じで、だいたいこんな感じです。あとこれはやる日とやらない日があるんですけど、鼻のところに鼻先を細く見せるためにこうやって入れる時もある。でフォーカス、これはやってる日とやってない日がある。なんか忘れちゃう日も多くて覚えてたらやるって感じですね。じゃあ髪の毛もやろうかな。理想の生活、理想の生活怖いね、これ怖いの。ふーちゃんこの派手な色怖がるんですよね、文鳥って。結構赤とかこの濃いピンクとかね。なんか今日前髪がさ、ここでめっちゃ割れちゃってるわ最悪なんですけど。理想の生活は私も絶対に可愛いお家建てたい超可愛いお家建てたい。なんかこうイメージはちょっとレンガ調な感じの、なんかフランスとかイタリアにありそうなでできればなんかこう広々としたところに建てたいから、やっぱりちょっと田舎めなところに住みたいですね。で私はもう絶対にフリーランスで生きていくって心に誓っているから、まあ、もちろん YouTube だけじゃないですけど、自由に融通を聞かせて仕事をずっと続けていきたいなっていう思いがあるので、なので結構お家でたくさんインテリアとか楽しんで、できればお庭とかも作ったりして理想高すぎですけど、でもその分ね、その都内にこだわってないので土地の値段とかも安いところでいいです。こんな感じでお家で結構過ごしながら子供たちとたくさん遊んで生きていくっていうのが目標だから、そういう風になれるように
20代のうちにたくさんいろんな勉強してこう手に職つけるじゃないけど頑張ろうって思っている。まあ今はとりあえず YouTube めっちゃ頑張るけど、完成しちゃった。超雑だけど、でも最近の撮影前はだいたいこんな感じで化粧とかアイロンがけとかしてますかね。こんな感じで完成です。以上が私の最近のメイクと私の理想の結婚でした。結構ね、私の動画見てくださってる方同年代の方多いので、よかったら皆さんの理想の結婚観みたいなコメント欄にぜひ書いてください。お願いします、お願いします。前髪が。というわけで、バイバーイ。